ジェシー・ベンチュラ、ジェシー・ザ・ボディ・ベンチュラ、ジェス・ザ・ボディ・ベンター、本名、ジェームズ・ジョージ・アーノシュ、1951年7月15日帯は、アメリカ合衆国の元プロレスラー、俳優、政治家、ミネソタ州ミネアポリス出身、元ミネソタ州知事、2005年、WWE 殿堂入り、受賞スピーチの際は、大統領選への出馬にも意欲を見せていた。 近年は日本でいうところの知識派のタレントとして、テレビ、紙面、さらには、教団と、様々な分野で活動を続けている。スロバキア系移民の父とドイツ系移民の母の間に、生まれる。地元ミネアポリスの高校に在学中は、水泳選手として活動した。卒業後の1969年から海軍に入隊し、特殊部隊ネイビーシールズの一員となり、 ベトナム戦争に出征する。ベンチュラは、自伝で、この時の特殊部隊の訓練を人生で最も過酷な経験だったと回想している。同時に彼はこの時の特部隊のトレーナーを深く尊敬していると語っている。除隊後、地元のコミュニティカレッジで学び、1970年半ば頃からレスリングを始めた。一時は、ローリングストーンズのボディーガードを務めていた時期もあった。 エディシャーキーにコーチを受け1975年にカンザスシティのウィセントラルステーツ地区でデビュー。その後、オレゴン州及びワシントン州一帯をサーキットエリアとするパシフィックノースウエストレスリングに転戦し、ジミー・スヌーカーやダッチ・サベージとの交想で頭角を表す。スーパースタービリー・グラハムの熱狂的ファンであった、勝手に弟を名乗っていたということから、そのビジュアルイメージや、 ファイトスタイルまでグラハムの完全なコピー選手を演じた。レスリングの技術は拙いが、マイクアピールに抜群の才能を持っていたことも共通していた。プロフィール上はミネアポリスではなくカリフォルニア州サンディエゴ出身を自称したが、これは海軍在籍時代の中屯地に由来する。1979年、地元ミネアポリスに本拠地を置くアワでアドリアン・アドニスとのタッグチーム。 イースト・ウエスト・コネクション、イースト・ウエスト・コネクションを結成、ヒールとして大ブレークを果たす。1980年7月20日にはバーン・ガニアマット・ドッグ・バションから、アワー世界タッグ王座を奪取し、以降、クレッグ・ガニアジム・ブランゼル、ポール・エラリングスティーブ・オルソのスキー、ザ・クラッシャーバロン・フォン・ラシクなどのチームを相手に、同王座を約1年間放置。 1981年の下沖からは、両者ともニューヨークの WWF に、王者ボブバックランドの挑戦者として参戦した。1982年4月21日、当時 WWF と提携していた、新日本プロレスに初来日し、倉前国技館にてアントニオ猪木とシングルマッチで対戦。翌1983年1月にも再来日し、簡単に、 高楽園ホールにて、藤波達美と対戦した。この来日時には、ラッシャー・キムラ・アンド・アニマル、浜口の国際軍団や長州力&、マサ・藤の革命軍団、後の維新軍と組んでの6タッグマッチにも出場している。しかし、マイクアピールの才能が活かせない日本では本領を発揮することができず、これが最後の日本マット参戦となった。その後、 アドニスとのコンビを解散し、シングルプレイヤーとして、アワのトップヒールの地位を確立、同じくグラハムに強烈な影響を受けたハルク・ホーガンのライバルとして活躍した。アワでは1984年かミキにミスター・斉藤・トモタックチームを組んだことがある。このコンビは斉藤が極東の日本出身ということもあり、ファー・イースト・ウエスト・コネクション。 AR East West Connection と呼ばれた。アワでの活動と並行して、1983年の下起には、テネシー州メンフィスのクアに出場し、ジェリーローラーとアワ南部ヘビー級王座をかけた構想を展開。その後1984年5月、WWF の全米振興の主力メンバーとして、アワから引き抜かれる。先に、アワより移籍して、 WWF 世界王者となっていた、ホーガンの挑戦者のポジションが用意されていたが、心臓近くに血栓が発見されたことにより、ステロイド剤の影響とも言われる突然の引退。持ち前の弁才を生かし、カラーコメンテーターとしてのキャリアを選択した。もともとトークに関しては抜群の能力を有していたこともあり、彼が現在まで続く、ヒール解説者の元祖とも言われる。 1990年の WWF 脱退後は、WCW でも同様の役を務めた。1999年、久々に WWF に登場し、サマースラムのメインイベント、ストーンコールドスティーブ・オースチン、タイトリプル H タイマンカインドの WWF、王座戦で、スペシャルゲストレフェリー担当。2001年には、XFL のコメンテーターも務めた。 以後も WWE の番組や興行に時折出演し、2009年11月23日の RAW ではメインイベントのブレイクスルーバトルロイヤルにおいてビンスマクマフォンとの実況コンビを約20年ぶりに復活させた。引退後、ベンチュラは俳優としての道を模索し、プレデターやバトルランナーといったアーノルド・シュワル・ツェネカー主演作品を中心に 何本かの映画に出演。またミネアポリスで朝のラジオ番組の DJ としても活動を開始。この経験が彼の目を政治問題に向けさせることとなった。1990年、ミネソタ州ブルックリンパークの市長選に立候補して当選を果たし、1995年まで務めた。さらに1998年には候補としてミネソタ州知事選に出馬。 ノーム・コールマン前上院議員を破って、見事当選した。それからの一時期、ミネソタでは、車のバンパーのステッカーなどに、俺たちの知事は、お前たちの知事をボコボコにできるぜという文句貼るのが、流行した。知事になったベンチュラは、これからは、ザ・ボディではなく、ジェシー・ザ・マインド・ベンチュラと呼んでほしいという意向を、示したが、ほとんどの人は以前と同じようにザ・ボディあるいは、統治する。 ザボディ、ザガバニングボディと呼んでいた。政治的スタンスはリバタリアンに近いとされるが、彼は自身のポリシーを財政的には保守で、社会的にはリベラルと述べている。知事時代はライトレールを推進し、医療用大麻の合法化を支持し、同性結婚や中絶容任などの政策を取った。彼の知事としての仕事は一期だけで、2002年に任期を終えている。 政治への関心は衰えておらず、テレビなどで政治関連のコメンテーターとして出演するほか、2008年には上院議員への立候補も噂された、結局出馬はしなかった。ベンチュラは二大政党が支配する現在の米国の政治体制をしばしば二者君主制、デュアルモナーキー、我々に与えられている選択肢はコークとペプシだけなどと批判し、 第三者が大統領選に出馬するべきだと主張している。知事退任後、ハーバード大学行政大学院にて客員研究員を務めた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。